やばい。あっ、だ。あ、やばい。嘘。はあ、弾を無駄にしてしまった。あー、俺の弾が。あ、やばい。やばい。いるじゃん。はいどうもこんばんは、ラムノットです。今回はエンドパラシティック、こちらのホラーゲームやっていきたいと思います。かなりユニークな期待作ですね。ちょっと前に、このゲームの存在を知ってかなり期待してた作品です。あるゲームサイトでですね、ジャムって言って、まあ、ちょっとインディーゲームの、ちょっとしたコンテストみたいなのがあるんですけど、そちらで話題になっていた作品を、ストーリーをつけて、製品化したものになっています。まあ、説明するよりも見てもらった方が早いかなと思いますんで、やっていきましょう。ニューゲーム、手が動くっていうね。これは何だろう、衛星写真ですかね。惑星か隕石か、研究施設っぽいね。っていうゲームでございます。クリックで移動。今回の動画も良ければ高評価、いいね、よろしくお願いします。職員さん、チャンネル登録もね、よかったらしてみてください。これが僕です。これは、あ、ここね。さあ、というわけで本作は右手しかありません。コンテインメントブリッジだって、何かが脱出してしまったみたいですよ。出ちゃいけないものが。パラサイトディテクテッド。俺がパラサイトってこと？シリンジを手に入れる。スクロールアップ。あで、このシリンジをパラサイトに差し込むと。俺の脳みそ、なるほどね。これでいちいち下に持っていかないといけないと。オブジェクトがハイライトされたら右クリック。これですね。The medicine will slow the progress of the parasite. なるほど。パラサイトの進行をゆっくりすることはできるけど、スローダウンすることはできるけど、完璧に止めることはできないと。ってことは、まあ、時々打たないとダメってことですね。一部の装備は、コンテナの中に隠されていますと。シンプルロックによって、鍵が閉じられていると。うん。あ、ピンペアをうまく合わせて、開けてください。どういうことですか？あー、これね。うん。こう？わかんねえなー。ん？おお、よくわかんないけど開きました。難しそうですね。まあ、シリンジはまだ大丈夫じゃない？さあ、進んでいきますか。いいよね、この発想。どっから来たんだろう。In case of containment breach。まあ、何かが脱走した時のための、すでにメモが書いてありますね。出口はすべて閉じられるべしと。Evacuations must be funneled through receptions for screening。まあ、エバキュエーションプロセスがどっかにあるんですね。脱出用のプランが。Evacuation orders can be removed by accessing control panel maintenance closet. あ、closet B。なるほどね。メンテナンスクローゼットに行って、この、エバキュエーションオーダーをどうにか止めないとダメってことですかね。フォルスアラームじゃないけどね。We cannot afford to stop our research here. I have to end the evacuation orders.止めないとダメなんですって。リサーチをね、止めるためにも。主人公喋るんだ。しかも字幕ないんだ。難易度高いよ、これ。これは Evacuation protocols cancelled. It is safe to return to research station. もうキャンセルされましたよ。イバキュエーションプロトコルがキャンセルされたので、これでリサーチファシリティに入れます。お、いい。
い BGM が。あ、血吐き始めたよ。大丈夫？なんかありますか？ダメじゃん。あ、すごい BGM でかい。どっか来ました。うわ、こんなところにも死んでるじゃん。さあ、これは、リードパラシトロジスト、寄生虫学者みたいなことですかね。サンプルを受け取りました。研究を開始します。サンプルハズビンシクエスタードというアマンリサーチファシリティ、人のいない施設に、サンプルは隔離されていますと。およそ、このメイン研究施設から安全のために1キロメートルほど離れたところに、保管されていますと。まあ、何かわからないんだね。まあ、これが研究か。全ての研究は、ドローンによってリモートで、進行されますと。素材の分析によると、サンプルはどうやら、カーボンで出来上がってると。なるほどね。それ以外特殊な、素材は見当たらないと。ああ、突然変異を起こすようなものも見つかってないと。なるほどね。サンプル TV approximately 4.196 trillion years old。トリリオンとか言っちゃうと俺もう訳せないよ。パッと出てこないんですけど。うわ、やべえじゃんとはなりますけど。日本語でわかんないね。Making it the oldest sample。今まで見てきたサンプルの中でも一番古い。ね。いやー、宇宙が出来上がったのが14億年前だとすると、sample has either been somehow altered to appear。だからもう、宇宙ができるよりも古いんだよね。だからもしかしたら何かの影響によってそれが古く見えてるのかもしれないし、もしかしたらこの宇宙のものじゃないのかもしれないと。我々のユニバーサルにさらに古いものなのかもしれないということですね。ゴッドブレスアワーリサーチですよ。今、それが俺の体にいるってこと？まあ、シロアリっぽいけどな。あ、動きましたね、今ね。で、しかもこのゲーム、ちゃんと武器が使えるそうなんで。え、楽しみ。おー、研究ファシリティっぽいじゃん。もう薬が並んでるだけですけど。お、開きましたね。開いたけど、どこ行っていいか全然わかんないね。ここは入れない。とりあえず回っていきますか。まあ、敵っぽいものいないしね。うわ、めっちゃ死んでますよ。見に行こう。ドラッグだけで遊べちゃうっていけないんだ。じゃあ、こっちだね。さあ。これは？あ、セーブポイントです。よかった。いろいろボタンありますけど、ああ、シリンジがありますね。シリンジ取りに行く。あ、なにこれ？なにこれ？なにこれ？あ、待て、いるじゃん、めっちゃ。武器持ってないよ。これ。なにこれ？ケムクジャラじゃん。やめて。痛い！ちょっと待って。今の大丈夫？うわ、めっちゃ来てますよ。攻撃されちゃうと寄生虫がだいぶ、来ちゃうんだね。なにこれ？アルファベットパスタ？あ、銃あるよ。取りに行こうよ。この赤い線をたどって、多分ボタンを押せばあの扉が開くはず。これね。お、これは？これわかんないもん。マッチするってどういうこと？一番ちっちゃいのからやるっていうことですか？ああ、なるほどね。なんか同じ長さのもので、神経衰弱みたいなことだね。だからマッチっていう単語を使ってたんだ。あ、
うわ、ここもちょっと血ついてますよ。もう怖いよ、一緒じゃん。繋がってるだけじゃない。なかなか広いね。セーブね。さあ、これで開きました。痛い、あ、痛い、あ、いるじゃん、いるじゃん。全然気づかなかった。あ、ちょっとアイテム欲しい、アイテム欲しいけど、銃を先に取りに行こう。え、あ、やばい、めっちゃ近い、めっちゃ近くにいる。ちょっと待って待って待って、わさわさしてるよ。わさわさしてますよ。あ、閉めときましょうね、安全のために。あ、出ました、リボルバーを拾いました。Not enough space。 ライトクリックで銃を装備する。銃装備してますよ、これ。あ、これね。で、インベントリーを出して、あ、ここにね。あ、ドロップしちゃダメよ。あ、ここだ。なんとリロードをここでするんだね。いいじゃん。ただまあ、ちょっと待って。で、右クリックで銃を戻して。よし、弾をもらって。あ、とりあえず、撃っときますか。お。よし。で、しまって。しまわないとこれ、撃っちゃうね、多分ね。あ、しかもリロードするためにいちいちこれを拾い出してから弾を詰めないといけない。はい。わ、すごいじゃん。また新しいエリア。あ、いる。ガンガン銃を使っていいものか悩みます、ね、ほら、よし。あ、アーモ。あ、待って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 、これ弾切れじゃん。むずいぞ。あ、しかもオートセーブがちゃんとある。よし、来い。来るんだ。来ないの？来い。さあ、どこだ？どこからでも伺って来い。来ない。来た！さあ、来い。あ、あ、玉切れ。なんだ、玉切れしちゃうの。待って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 、玉切れしちゃうよ。あー、分かった。これね、空の薬莢を抜かないとダメなんだ。難易度高すぎる。面白。面白いね。いきますよ。待って待って。ほら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 、よし。で、これも抜いときましょう。むず。ちゃんとくるっと回せるのいいね。これうまく使ったらね、だいぶ時短できそう。あ、まま？これは何でしょう。ターミナルクルー、リサーチボールイズリクエスティングアミーティングリガーリングアコンサンフラビーリーセントリーレイズ。なんか、あの、ミーティングを開こうって話になってますね。うん。I scheduled that for tomorrow afternoon. Does that work for you? 明日の午後にミーティングを開いたいんだけど、どうだろうかと。ターミナルシーンって、これ返事ですね。明日は時間がないんだと。俺に直接連絡をよこさずに、スケジュールを再調整するのをやめてくれと。This, you clearly don't know how important my research is. 私の研究がいかに大事か、君は分かっていないようだ。これは申し訳ないと。I will let them know to contact you for schedule. リスケジュールのためには、またあなたに連絡するようにしますねと。二度とこんなことを怒らせてはいけない。めっちゃ怒ってますやん。I wonder if Lucy is still here. ルーシーはまだいるんだろうかね。ルーシー誰ですか。
俺も研究者なの？いますよ。いた。上にいるんだな。倒さなくてもいいなら、倒さずに行きたいよね。ほら。逃げます、逃げます。逃げます、逃げます。逃げます、逃げます。ほら。よしよしよし。ちょっと待ってね。慣れるまでにね、どっちのクリックだったっけっていうので、毎回考えないといけない。セーブしに行こう。セーブしに行っちゃおう。あ、しかもセーブ1回しかできない。いや、いい難易度ですよ、本当に。多分ね、超インディーゲーなんで、そこまで長くない、ゲームだと思うんで、まあ、それを考えても、いいよね、これぐらいのバランスがね。これでゲーム時間をね、伸ばす感じで。よしよしよし。ほら。で、もうつけたらもう引いて。よしよしよし。だんだんこなれてきたよ。ようやくですよ。ただ、果たして全員倒していっていいのかっていうね。お、シリンジゲッチ。まあ、シリンジはマジで大切。パラサイトにやられてしまうんだね。しかももううかつにこのなんだろうボタンが押せないよね。うわ、めっちゃいるし。うわ、めっちゃいるし。セキュリティプロトコルチェックリスト。Complete the contamination protocols to eliminate any external interference。まあね、この除染作業のために、すべての妨害しているものを取り除けと。After exiting decontamination tunnel, exchange any outside articles of clothing for our provided sterile lab clothing. なんかまあ除染が終わったら、ちゃんと正規のね、ラボスーツを着てくださいみたいなことですね。で、その後はワークステーションに進んで、Follow these same steps when departing the research lab. まあこの研究ファシリティを出るときも同じようなことをしてください。Do not, under any circumstances, 何があっても reveal lab locations for research. 何があってもこの研究施設の場所、そして研究内容、明かしてはいけません。弾入ってましたっけ？全然入ってない。危ねえ。こういうのが命取り。いつかやるとは思ってたけど。あ、すごい音する。青いボタン。いやもう、マジかよ。ちょっと割とショックなんですけど。まあ、弾余り始めたんで。まあ、いいんでしょう。あ、待って、これ全部開けちゃう感じじゃん。開けていいの？開けますよ。いて！何これ、びっくりマーク。危ねえ。ちょっと待って。これやばいじゃん。チューチューじゃないのよ、チューチューじゃ。チューチューじゃないのよ、マジで。よし。頭もう、パンパンなんで。待ってね。やべやべ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。今のは次元大輔もびっくり。ほら、当たってない。よし、完璧、完璧よ、完璧。ううういいじゃん、この緊張感。さあ、シリンジが出てきそう。こう、いいですね。よし、完璧。ちょっとなんかもう一個空いてそうだ。あ、セーブポイント。セーブして大丈夫？これ。まあ、セーブするしかないか。いるじゃん。ほら。逃げます。で、弾がまだ余ってるんでね。よし。
よーし。全弾打ち切った。やっぱね、何発撃ったかちゃんと数えとかないとダメですよね。さあ、奥にまだ弾が残ってたんで。弾一発。弾二発。なんだろう。めっちゃ楽しいな。めっちゃ面白いですね。Mem to security, please take any and all smoking place in the reception area. リセプションエリアでね、タバコ休憩を取ってください。ディコンタミネーショントンネルでは取ってはいけません。Antithetical to the purpose of the decontamination tunnel. まあね、除染用の施設でね、タバコなんて吸ってどないすんねんって。除染させろやいっていう話ですね。タバコが金みたいにね、扱ってくれるなっていう感じですけど、ね、さあ、下降りて。今どこ開いたんだろうね。ああ、ここかな？ここが、この先がって感じだね。うわ、ここ開けたくないよ、誤っても。これ押しちゃったら終了だね。絶対押さない。うわー、めっちゃ弾ある。弾あるけど、これもしかして。開けないとダメなやつ。あっ、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 あ、出ない出ない。難しい、めっちゃ難しい。ほら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 、よし。でこれでね、一旦戻して弾拾っとこうよ。むずすぎる。もう面白いけど、あー、あそこにねいますから。これでほら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 、よし。こうやってちょっとずつ確認してやっていくしかない。しまって。あ、来ました。来ましたね。でも、こっから撃ち始めて。OK かな。よし。喋る余裕なんてありませんよ。ああ、もう、吐血が。溶けです。弾入れて。なんでこんなことしてるんだが。OK？ いますね。またいますね。よしよし。いいぞ。この辺。倒した？あ、死んでますね。いるぞ。いますね。あいつ倒したらこのヒルに帰ろう。あー、いるいる。よしよし。んでこれ弾捨てて、いやもう喋られないよ、喋られないっていう日本語はおかしいよね。さ、喋られない、合ってんじゃない。よし、OK。あ、セーブできる。あ、セーブ。あ、なるほどね。ある程度の間隔が空いていればセーブできるんだ。ってことで、まあ、まだいいでしょ。まだ寄生虫も、そこまで。なるほど。こう。ですね。よし、弾。弾取れないよね。あ、引いて。1、2、あ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 、ちょっと待って、ちょっと。タイさん、タイさん。こういう時にこれ閉めちゃえばいいんだ。で、弾捨てて。よし、これでいいだろう。開けて。ほら、ほら。待って、あぶねえ。ちょっと待って、ちょっと、あぶねえ。あぶねえ。あぶねえよ、今のは。それはあぶねえ。さあ、まだ弾があったと思うんで、この弾だけ拾って、弾入れてね。
なんで寄生虫がこんなところにいるの？ね。セーブしちゃってるけどさ、どっかで詰まったらもう詰まるよね。たま薬的なものは、ああ、パラサイトディテクテッド。これを多分、うまく、ディコンタミネーションしてほしいんだよね。できるんでしょうか。一緒に死んじゃうんじゃないかなとか思っちゃうんですけど。だよね。はい、引いて引いて。よし。いやー、手慣れたもんですよ。戻りたい。あ、戻れない。いや、弾ないんですけど。無理よ、弾ないから。あ、もう。あ、だめ、あぶねー、あぶねー。開けて。この上もいたら終わり。メディキットは大丈夫。ああ、終わった。詰んでますよ。あ、ちょっと、バレてない。よし。バレてないけど、けどというか、バレてないんで、意図的なものかは怪しいけど、無視していきましょう。いいじゃないね。こうして。素晴らしい。釣りも、まあ、一回、打っとくか、半分ぐらいまで来たらいいんだよね、多分ね、打っちゃってね。よし。さあ、行きましょう。あ、でも俺、パソコン読んでないじゃん。パソコンね、一応ね。やめましょうか。無理です、ここでパソコン読むのは。あんなの読んでる暇はない。さあ、この奥にもさらにいますからね。ネズミだ。危ねえ。ほい。危ない。な、ネズミも感染しちゃってるのがね。でかいの来た。パパが。多分これね、弾がね、割と。やばい。待ちますよ。ほら、よーし。よーしよし。まあ、これが命取りかもしれないけどね。まだいるじゃん。うわっ！あぶねえ。あっはっ！うわっ！あっ、出ない！弾が出ない。あっ！うわっ！あ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 っ！やばい！やばい！ちょっと待って。ちょっと、あぶねえ。危ねえよ。なんだよ、この緊張感。なんだよ、これ。特に話すことはない。あっ！危ねえ。ああ、ネズミ。ネズミ怖い。どっかのネズミめっちゃ出てくるゲームよりネズミ怖い。あ、やばい！ガッ！それはなんとなく分かってきた。でもなんだろうな、こうちょっとずつ俺も上手くなっちゃうのがね。もうちょっとやってみようかなってなっちゃう。悔しい。悔しいけど、あと多分やばいね。寄生虫めっちゃ怖いね。いやー、本当にね。
た、弾入れて。一応これで弾は前段で回収できそうですから、いいとしても、セーブしたいな。だね、いやここ難しかったね。あ、シリンジゲッチ、まだいるんでしょ。あれいない。どこだ。あー、もうめっちゃチーフェード入っているじゃん。ちょっと俺撃つの雑になってきてない？困るよ、そういうの。困るけど、距離詰められたら本当に死ねるから、ね、一発しか当たってなかった。大丈夫かな。非常に不安ですね。あ、ショットガン、おお、ショットガンじゃん。あ、ここのスイッチをね、あ、ないといけない。ああ、向こう側まで行かないとダメですね。お。1、2、3、4。よし。あ、弾なくなっちゃった。ピンチ。逆にもう。やばい。違う。あ、待って。嘘。あ、一体ずつ。よし、いいぞ。あとリコイルのね、調整がね、面白いですね。余裕がある時だけこう面白いとか言ってくるからね、ラムノットはね。余裕なかったらすぐにね、弱音吐く。ちっちゃいの、ちっちゃいの、長いの、長いの、中間、中間。よし。弾ゲッチュです。あ、行き止まり。多分これを押すことで、ほほほほほ、危ねえ。逃げます。ちょっとやべ。危ねえ危ねえ危ねえ。前段使い切り。ちょっと近づいてきてますね。出しときますか。よし、弾撃っちゃうんだよね。で、これ開けて、まだここじゃないんだね。やべ、危ない。舐めてもらっちゃうと思う。あ、セーブポイント。アモ。いや、静かな戦いだよ、ほんとに。お、パソコン見ときます？ねえ、シンテ。ずっとこのシンテさんがリードのね、寄生虫学者ですね。パラサイトエクスペリメンツ、オンラブラッチ。モルモットにね、ついに、パラサイトの実験をするということですね。多分前のパソコンで、実はこれが寄生虫っぽいみたいな、研究成果が出てたんでしょうね。うん。まあ、12000なんとかっていうのね。アドセキュラセレブラム。これなんでしょうね。セレブラムって言うと、なんか、あれだよね、骨髄とか、髄系だよね。髄系、この脳の、脳幹というかさ、あの辺の部分だよね。で、それを、ね、302の、ラボラッツに、寄生させてみたと。うん。で、ハイセキュリティウィング。まあ、そのセキュリティのしっかりした、塔に、保存することにしたと。Despite my receptionist, we started lab rat exposures. まあね、反対もあったらしいんですけども、ネズミへの寄生実験を開始しましたと。Expose one parasite to sample after mutation introduced it to a lab rat. まあ、ミューテーションが発生してから、突然変異が発生したものを、ラボラットに与えましたと。After penetrating skin, the parasiteBallowed to the rat's brain. まあそのネズミの脳に寄生することに成功したと。で、脳に到達することで The rat instantly mutated in manner that proved fatal. まあそのもう致命的な、
代償を得ると、まあ、その脳にね到達してしまったら、まあ、死にますよと、その比較のために One Lot was exposed to the sample likely the mutation pattern was found to be similar to the infested Lot、まあ、そのインフェステッドラッツっていうのが何なのかよくわからないんですけど、よく聞きますけどね、ちょっとそのある特定の突然変異のパターンが見られるということですね、次の研究としては、今後も寄生虫の、寄生を続けていって、イミュニティが出てくるか何か異常が見つかるまで実験を、継続すると。イミュニティまで到達したらいいんですけどね。なるほど。ルース。これはルーシーかな?リセプションのルースに、ねえ、うん。ああ、なるほどね。プログレス。まあ、進行。進行は、進歩かな?進歩は犠牲なしには成り立たないと伝えておいてくれ。まあ、難しいけどね。研究とかってなってくると、やっぱりそうなっちゃいますよね。ショットガンゲッチュ。ショットガンはどうやって装備するの?ん?あ、インベントリースロットが増えましたよ。ショットガン。あ、これ侵入者用のね。気をつけて使ってください。ショットガンをまず、ここで構えて。これ?違うよね。もしかして、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。もしかして、これを捨てて、持ってないんじゃないかな。ほら、うわ、でかー。ショットガンシェル、でかー。これ、大丈夫というか、何?うわ、ショットガン。ショットガンはでも本当に超緊急事態用かもね。セーブしましょうか。基本銃、ショットガン。銃、ショットガン。いやー、これちょっとさ、弾一発でしょ。一体どこ行くんだろう。行き止まりじゃないこれで。これでまた閉まっちゃった。そうだよね。で、これを押すことでどっか新しいとこが開いたんだね。開いた!あ、じゃあ、見えませんがな。俺が見えてなかっただけなんでしょうけど。早押し対決。あ、セーブできないじゃん。よし。セーブできない時のね、不安たるや、なんたるや。さあ、また新しいところに帰ってきた。帰ってきたのかなこれ。ほほほ、なるほど。ほら。いいぞ。落ち着いていこう、落ち着いて。よし。新しいところですね。お、シリンジと、あま。あ!あ、ちゃ、あ、ちゃ、ち!もう、やめてよ。ネズミちゃん。本当にやめてほしいんだよ、そういうのは。冗談抜きで。来ちゃうから。パラサイトが。ねえ、ほんとに。はい、頭いただいて。喉が潰れますよ、ラムノットの。本当に困りますから、そういうの。あ危ねえ。どうよ。うまくいったときはどうやりますからね。はい。いいぞ。来るんだろ?いますね。セーブポイントあるけど、もうセーブだけしよっか。ま
完全にね。おお、あ、繋がったんだね。よしよし、こう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 、素晴らしい。あ、この先にいますよね。あれ、いない。おーだね。よし、オッケー、ショットガンシール。あれ、いないじゃん。ここだ。はい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 、引いて引いてね。はい、引いて引いて、でここでもう撃っちゃうから。あ、これはもしやどっかで突っかえてますな。よーし、弾を捨てて、でまずは、このハンドガンから弾をね。悩むね。結局4発使うんでしょ。ショットガンシェル持っててもいいんじゃねえかっていう気もするしね。これでいってみようかな。ただリロードがね、まあリロードも4発入れるのと1発入れるのを考えたらショットガンの方が安全ちゃ安全か。これ入れて、違いますね。よーし、いいぞ。のは、あ、ルースの机ですねこれね。 I do not know how to explain itI'm sure if Lavi and Sinte would call it ridiculous, but the day that Sinte first received the shipment of parasites, he had a vision. こんなことを言うと、プラビーとシンテがバカにするだろうけど、シンテが初めてあのパラサイトを受け取ったとき、私は見たの。予想がついたと。これなんだろう。パイリデー。appeared to me in my dream. ピリデー、これわかんないですね。夢の中で、このピリデーっていうのがやってきて。神様ですか？ And told me that the parasites were for me. その寄生虫は私のためのものだと。I didn't understand at first. I suppose I still don't. But it consumes me. なぜかわからないし、理解はできてないし、今もできてないけど、それがすっごい。I always knew she was delusional.彼女はいつも幻覚をよく見てたよね。まあ、妄想的だったんだね、ルースはね。いきます。うん、危ねえ。だいぶ近づいてきてる。まあ、ハンドガンはもう逆にもうネズミ用だな。がっつり食らってるじゃん。まあ、出ておこうね、ちゃんとね。よし、もう一匹ぐらい来そうだね。あっ、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 奇跡的に2発で3体。よしよしよし。よしよし、まあ、回復していきましょう、どんどんね。多分これもマックス、シリンジマックスなんだ、3つが。玉取って。よしよし。いいじゃん、いいじゃん。いや、もう1回セーブしたい。容赦しないぞ。やばいかも。よしよし、いいぞ。ちょっとセーブポイントの間隔長くなってきたね。というか敵が多くなってきたんで、セーブポイント
押してるね。あ、なんか教室っぽいね。教室っぽいよ。よしよしよし。あ、ショットガンの弾がなくなってしまったんで、一旦戻ってセーブするぐらいの感じでもいいのかなっていう気がしてきた。あ、こっち行っちゃったら次のエリア行っちゃうもんね。いや、静かだから。あ、あー、なるほどなるほど、セーブポイントがある。よーし、なるほどね、ありがたい。というわけで行きましょう。このゲームどれぐらいの長さなんだろう。割と苦戦してるからね。長いよね、多分。パソコンです。タイムカードですかね。9時出勤、18時アウト。いいですね。うわ、ルースめっちゃ残業してますよ。8時から10時まで。ルース8時から10時まで。ルースめっちゃ仕事してますよ。日本人かな？日本人かもよ。ほら。タイムカード。すごいじゃん。ルース、何してるの？いつも10時まで。John, what has Lucy been doing here so late? 夜遅くにルーシーはいた。ああ、だっ！ルーシーはいた。何をしてる？もう、やめてよ。ラボラット用のところだね。主人公もルーシーはこんな夜遅くに何をしてるんだ。ちょっと来ましたね。いや、たまらんね、本当にね。困ったもんですよ。行き止まりね。あ、なんか出口っぽいですね、でも。これ地上階かも。あ、出口じゃん。大丈夫？出口っぽいぞ、これ。あ、やばい！あった！あぶねえ、あぶねえ。完全に、完全に忘れていた。で、どっか弾あったよね、ショットガン弾。どこだ？あ、いや！待って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 、逃げ、しまえないと逃げられない。うわぁ、もう。敵にね、近寄られすぎると、しまえなくなるっていうのがね、いるじゃん。使っちゃおう。嘘嘘、これね、もうじゃあしまえない。よし、完璧で、これしまって、ホットガンしまうのなかなか大変。弾が2発まだ残ってたはずなんで、それを取りに行きましょう。よし、 OK、 完璧。いるじゃん。撃った！きつい。精神的にきついね、ネズミはね。ネズミは結構きついですね。来るものがあります。あ、ここはってもあるんじゃない？よしよしよし。いや、これね、ちょっと待ってね。弾を入れて。どんどん入れてね。よし。よし、OK。最適化完了。セーブポイント。容赦しないから。あっ、やってしまった。クリックの押し間違い。もうこれがね、一番怖い。今一瞬開けたの何かっていう、一瞬開けてピッてネズミの音が聞こえたら閉めてやればいいはずなんでね。こっち行かないとダメか。あっ、はっ、はっ、はい。あ、まだいいでしょう。いますね。よし。よしよし。いいぞ。待って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 。使
疲れてます疲れてます。いいぞいいぞいいぞ。どうしよう、弾なくなっちゃった。どうしよう、ここがもう一発しかない。ないの、ここ。あー、ないですね。お、これ何なんだろうね。なんて通りにくい。また聞いたことない音しますよ。嫌な予感しかしない嫌な予感しかしないよ、これ。あ、インベントリスロットがめっちゃ増えましたけど、ちょっと待って、ちょっと、嘘、うわ、嫌な予感しかしない、こんなの。うわ、きっつ。いきますよ、皆さん。ね、何を求めてるのかな。もうずっと出てくるだけじゃん、こんなの。はい、行き止まりでーす。はい、行き止まりでーす。はい、行き止まりでーす。むしろうまいんじゃないの、こんなんね。はいはい、開いてんじゃん。これ弾2発撃っただけなんですか。全然撃たなくてよかった感じだ。弾2発無駄にしただけだ。お、お、ジリンジとなんかいますね。いやー、セーブポイントあってほしいのと、さっきのエリアをもう一回やり直したいぐらいの。あー、いっぱい出ましたね。弾ないんで。弾ないんで。うわ、無理じゃん、あんなの。ちょっと入ってる。あー、ダメ、ダメよ、もう。もうダメよ、俺。弾ないから。ダメ、ダメ、ダメ。やってる暇ないの。うわっ！抜けた。あ、あー、ここ終わったかも。あー、これまずいぞ。あー、これまずい。あー、これまずい。あー、これまずい。あ、いい感じに使え。ま、ちょ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 どう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 、燃えてます燃えてます。あー、よかったー、よかったー。うわー、よかったー。うわ、めっちゃよかったー。あー、こんなにホッとすることない。いやー、よかった。本当にもう終わったかと思った。セーブするまでちょっと待ちます。
セーブ完了です。まだいるじゃん。まだいますけど、まだいますけど、なんとかね。あれ、ミスってますね。シリンジか。ちょっとアーモ回収して、またね、行きましょうね。何ですか？セーブポイントに。我慢してるね。よし。いやまあショットガンシェルだけでいっちゃいいよね。もういやー終わったかと思った今のは。さあただここからどうするんだろう。あなた生きてます？生きてました。これしまって、ショットガンアモがどっかにまだ余ってないかな。このアモ取ってきますか。おう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 、間違えた。よし、 OK。 さてこれででも一通りはやって、これじゃなくて、ちょっと待ってね。フレアガンは本当に緊急事態だけって書いてありますけど、まあ、これフレアガン使ってよかったのか。これ大丈夫か。これ怪しくない？ほら、よし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 、戻りますよ。え、いいじゃないですかね。んなもう無理なんだから、こんなの。いやーもうこの、まさかこのね、いやーもう、いやこの今セーブしたのが命取りにならなければいいんですけど。いや本当にね、大変だよ。あ、これじゃなくて、ね、よし、脱出じゃない？割と続きますね。よし。確実に。インベントリースペースの追加。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと待ってください。これを、2発ぐらいドロップして、もうダメ？ダメなんだ。すごいね。よし、フレアゲッチュ。で、フレアを、先に差し込んで、これ抜いてね、入れて、で、これしまって、じゃあ、ショットガン。ショットガン。人が入ってますね。よし。これは？ランブリングス。The data we were provided from other lives、goes in depth on a similar successful subject。まあ、一個実験体で成功したものがあるらしいですね。なるほど。で、どうやらその実験体も被験体ですかね。は、うん。おお、なるほど。その、特異性も持っていながら、イミュニティも持ってると、その抗体も持ってるっていうね、超理想的な形を模した、ね、試験体が出来上がったようですね。でどうやらそれが、They、consider to be a genius in the community as a mathematical and philanthropist ですね。あ、数学者と、もうこのフィラン、まあ、お金の出資してくれてる人かな？から、もう天才だと。言われているような人だと、
で、その被験体の、genetic family was exposed to similar samples. They perished almost instantly. その遺伝的な、ね、家族関係にある、ものを実験に投じたところ、すぐに死んでしまったと。Make no mistake, this parasite is finical and methodical.It uses host to keep alive. この寄生虫がそのホストを生かすか殺すかを決めているみたいだと。すごいね。もう絶対殺すか、あの生かしておくかはもう寄生虫次第なんだ。The anomaly was imbued with physical and mental ability far beyond that of a regular human. The researchers there described him as suddenly godlike.ちょっと待って、俺これボスの予感がしてきたな。もう突然変異じゃなくて、もう突然神格化みたいな。What a gift that must be. ってなんてギフトなんだろう。How can we determine who it keeps alive, who it mutates in favorable ways? What way is there if not mass exposure? なんて理想的な変異を遂げたんだ。これは、そうですね。ボス戦だと。お、私の本能が訴えかけています。よし。この辺はもう安全に行きましょう、安全にね。ここまで。別はございません。これネズミ出てきちゃうな。痛い、もう痛い。あ、これね、これやばい。うわ、嘘でしょ。よし。ちょっとこれ一旦捨てて、これ装備して、これを捨てて、よし、これを入れてから、ショットガンのアームを手に入れて。いやー、これはね、難しいですね。忘れてた。どうでしょ、これ捨てて、これ入れて。銃のしまいにくさだな、問題は。これをね、この中でするのが難しいんですよ。このベントの中で。ほら。よしよし。よし。危ねえ。もう今のは本気。今のは本気ですよ。もういませんように。逃げます、逃げます、逃げます、逃げます。よし、一体だけ、本当に開けとくか。今これで弾手に入るんで、まあ、このベンティレーション用にね、リボルバーに弾を込めておくっていうのはありかもしれない。武器多すぎてもうすぐパッと出せない。めっちゃいますよ。ほら。だんだんなんか寂しくなってきた。なんだろう、まあ、ゲーム実況ってこんなもんですよ。かといって友達いないからかわいそうみたいなね、たまに思いますけど、多分俺ね、友達ってやるのあんま好きじゃない。わかります、なんか疲れちゃうんですね。気使っちゃったりというか、一人でやった方が進むんじゃねえかとかね、
そうしていろいろね、こうコミュニティから外れていこうとして、こうね、ゾンビのようになってしまう。もう無駄に使ったってわけですね。スイッチ押しときますか。お、セーブポイントです。はいよ。来ない。よし、上手くなってきた代わりにね、喋れなくて、あっ、ぐっ、あっ、喋れなくなってきた気はするんですけど、まあ、それはね、仕方のない。わ、なんか突然ここに来てパズル難しくなったってことは、まだ終わる感じではないのかな。あ、ちょっと待って、めっちゃむずいよ。うまくいったよ。あ、フレアだ。フレアかー。まあ、でも一発ありゃいいか。これは？Little parasite transmission from test subject to test subject. あー、なるほどね。寄生虫がいかにして他のものへ移っていくかっていうことですかね。うん。で、まあ、この脊髄ってことにしますね。これ単語わかんないんで。脊髄の寄生虫はどうやらどうたらこうたら。あ、観察を継続しましたと。My findings suggest that transmission of parasites continue even after the test subject has suffered a fatality. 死んでも続くらしいですね。ああ、なるほど。だからネズミとか生きてるんだ。で、まあその被験体がそのホストを確実に殺してしまった後も、うん。どうやらその、繁栄、繁殖を続けることができるみたいですね。でまあ、この研究をそのまま続けていくことにして、ただでも、いかにしてその寄生虫が他のところへトランスミッションしてるか、移っていってるかっていうのは、まだ発覚していないということですね。うん、もし肌から、取り入れられるようなものであればとしたらみたいな、いや、わからないみたいな。 I do know that the infection rate is much higher than anything I've encountered. まあその、なんだろう、感染率も今まで見たことないほど高いと。If this pattern of transmission continues, we will need to request more specimens from the research board. もしこれ以上、感染が広がるようなら、他のね、標本というか実験体も必要になってくるということですね。は、人死んでる。でも人は俺だけなんだよね。あ、この毛の生えた人は人か、もっと。さあ、弾なくなっちゃったね。シリンジはね、まああるっちゃありますけど、あってもいいもんね。よし、ハンドガンで頑張りましょうか。緊張する。でもよくこの、なんだろう、上からの視点でここまでの緊張感をね、作りましたよね。操作も面白いし、キーボード一切いらないし。セーブポイント、やばい。あ、やばい、嘘。頭を無駄にしてしまった。ああ、俺の頭が、あ、やばいやばい、いるじゃん。あっ、あっ、これもう、まあ、慎重に行くしかない。めっちゃアチーブメントアンロックされてますね。めっちゃアンロックされてます。いや、もうこれほんと慎重に行くしかないんで、4発でしょ。
ネズミをもう殺した状態で一旦セーブしちゃおうよ。ね。ありだと思う。だちょっとそうでもしないと。弾がフレアがポンって入ってるだけなんで。困ったね。だからここをね、基本はもう駆け抜けていくスタイルですよ。あ、ここね、こんだけいるんだ、こんだけいるんだ。で、これ引いて、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 引いて！よし。ここまで来て、こいつらを呼び出して、よしよし。いいアイデア。いいアイデアだったかも。入って、で、多分ネズミがいるんだよ。右手近くね。ネズミじゃないやないかい。やばい。うわっ。待て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 。やばい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 。よしよし、これで開いたはず。よしよし、行きます。行きます。よし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 。あ、BGM が違う。割と長いね、このゲーム。あ、ここで BGM 流してるのね。めっちゃたまりますけど。まずいね。うわ。ホラーマニタイステーション。Contamination detected. Do not consume or wash. Please attend to water source immediately. って書いてあります。いや、終わらないよ。すごい、めっちゃね、この音響システムがいっぱいあるでしょ。記録してるんでしょうけど。かなりこれ、最後のエンディングに向かう長いコリドーっぽいんですけど。なんかコンタミネーションが進んでるって言ってましたけど、汚染してるんですね。みんな死んだと思ってた。私の足首を掴まれるまでは、ゆっくり動くんだ、気をつけて進むんだ。音を立てるんじゃない。あれ、これ完全に、あ、うわー、完全に新しいステージ入ってますよね。いやー、ちょっと今回はここまでにしておこうかな。クリアまで一気に行くつもりだったんですけど、割とね、長いので、動画は短くなってるかもしれませんが、まあ2時間弱ぐらいはね、プレイしてるので、一旦ここまでにしておいて、また次回、攻略まで、最後までね、やっていきたいと思いますんで、皆さん最後までよろしくお願いします。というわけで今回の動画まだ、高評価、いいねしてない方、ぜひよろしくお願いします。初見さん、チャンネル登録もしてみてください。では、また次回の動画で。バイバーイ。いいじゃん、このゲーム、バイバイできるの。バイバーイ。